皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回は2021年のドラフト候補として期待される千葉学芸高校の有園直輝選手を紹介していきます。有園選手は千葉北東部にある旭市の出身で、小学校時代は千葉ロッテマリーンズジュニアに選出、そして中学校時代は名門佐倉シニアに所属と、千葉県の球児ならば誰もが憧れるエリートガイドを歩んできました。そして千葉学芸では1年春から起用され、高校通算41本塁打、投手としては143キロをマークし、圧巻の成績をここまで残しています。そして何より184センチ94キロの体格は隣の選手と比べると一目瞭然です。今回はそんな有園選手を特集していきます。動画の最後には野球ファンにとって必見のある宣言をしてくださいました。ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。小学校2年生から野球を始め、小学校6年生の時にはマリーンズジュニアにも選出、今では良きライバルとなる吉野創智選手もいました。その他にも関東圏で活躍する選手たちも一緒にプレーし、大きな刺激を受けたといいます。佐倉シニアでは最終学年からレギュラーとなり、花咲徳栄で活躍する富田選手が4番を打ち、有園選手は5番で投手とレフトを兼任していました。そんな有園選手が千葉学芸高校に進んだきっかけとは。体験会来たの、はい、結構良かったので、はい、であと板倉3番っていう板倉も入るって、はい、誘ってくれたの。板倉選手とは小学校の時にマリーンズアカデミーに通った時に仲良くなった選手で、中学時代は別のチームでしたが、縁もあり同じ千葉学芸高校に進むことになります。そんな有園選手は1年春からベンチ入りし、1年夏ではマリンスタジアムで本塁打を放つ活躍を見せ、1年秋までに20本以上の本塁打を積み重ねます。コロナ明けの練習試合でも10本以上の本塁打を放ち、2年の夏時点で35本塁打以上を放った有園選手、中学時代は通算2本塁打でしたので、まさに才能開花と言えるでしょう。成長のきっかけについて次のように語りました。筋肉とかも、あとバッティングフォームとかも修正して、ただ結構打てるようになりました。有園選手は体を開かずにインステップ気味にして打つ打撃フォームですが、これにはどういう意図があるのか。インサイドアウトを意識してやってるので、そんな感じになりました。2年生秋も東海大市原防洋戦で高校通算38号本塁打を放ち、勝負強い姿を見せました。現在は夏を目指し練習に取り組んでいます。今有園選手が打撃でテーマにしていることとは。今はインサイドアウトとかボールの内側を打つようそういうのを意識してます。逆方向、この意識を深めたのはライバルである吉野選手のアドバイスもあったようです。センターから逆方向を意識してって言ってたので、自分もそう一緒だよみたいな。千葉学芸高校は秋季千葉県大会では準々決勝で専大松戸に7対6で敗戦、悔しい思いを経験しました。この敗戦を踏まえて有園選手はこの冬のテーマを次のように語ります。春の大会優勝するっていう、目標でやってるんで、それをできるように今なんか目標を立てているんですけど、それをやろうみたいな。高い意識を持って練習に取り組んでいる有園選手。そんな有園選手について高倉監督は次のように評価をしています。入学当時から非常に野球に対して真面目に取り組む青年であります。で、どの練習も嫌がらずにしっかりとやってくれますし、高い目標を持って工夫をした練習を毎日してくれてます。2021年ではドラフト候補として期待されている有園選手、プロ野球に対しては次のように思いを語ってくれました。あります、
出したいです。あ、プロを目指すきっかけとなったのは桜シニア時代一番憧れたという先輩の存在でした。それは千葉ロッテマリーンズから指名を受けた東海大相模の西川亮介選手です。決まって、あ、ドラフト決まって、あの、自分がおめでとうございますって頑張れよって言いました。本当ですか。はい、高倉監督も本人の志望についてこのように語ります。当初は大学進学、甲子園、出場の後大学進学と言っておりましたけども、今はもうプロ野球選手になるということが、目標になっておりまして、打つだけではなく走る、それから投げることも一生懸命取り組んでいる次第です。仲間にも非常に、まあ、当たりが良くてですね、優しくて、仲間が非常に多くみんなに愛される人間ですので、ぜひ、彼を中心に、甲子園に出場して彼がプロ野球選手になれるようなサポートができたらなというふうに思ってます。高校生活では甲子園、そしてその先の世界ではプロ野球の世界を目指している有園選手、最後に投手として打者としてどんな活躍を見せたいのか語っていただきました。ピッチャーとしては150キロを目指して、バッターとしては通算60本目指して、あとチームでは甲子園に行けるようにやっていきたいと思います。有園選手、ありがとうございました。ぜひ夢を叶えることを期待しています。最後に有園選手の打撃映像をご覧ください。ホームラン映像もあります。それではご覧いただきましょう。よし、はい、監督、今回はありがとうございました。高校野球 .com では注目選手を取材した記事を随時公開中です。概要欄に URL を貼っているのでぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。